皆さんこんにちは。今回の動画は戦勝会第10弾ブルーロック200話までの情報参考に潔与一について紹介していこうと思います。あとこの動画を最後まで見ていてもらった高評価よろしくお願いします。それでは本編最後までご覧ください。潔は埼玉県出身、高校2年生の17歳、ブルーロック主人公。他の選手より突出したテクニックと身体能力はないが、フィールド全体を俯瞰で捉えるビジョン、空間認識能力。またこの空間認識能力を活かしながらダイレクトシュート、このゴールの方程式を使い作中では活躍しています。なお主的に思ったことは、潔は自陣もしくは対戦相手からもらったアドバイスをヒントに何度も覚醒し成長。また潔をきっかけに覚醒する選手も多く登場。この覚醒の件についてはこの後のポイントで見ていこうと思います。ということで、ここから潔がブルーロックに入寮してからの活躍、1次選考から現在に至る最終選考、上記のポイントに沿って潔の作中での活躍、まず成長なども確認していきます。1次選考ではバチェラ国神ちぎりがいるチーム Z の選手としてプレー。リーグ戦ということで4チームと対戦。かかりるとチーム Z は第2勝ち点7で1次選考を突破。潔が絡んだ各試合の注目ポイント。チーム X 戦ではバローのやつに圧倒され、埼玉県決勝のようなプレーをしてしまった国神エパス。チーム Y 戦では試合終了間際、空間認識能力を生かしバチェラからの潔ブルーロックに来て初めてゴールを決めています。チーム W 戦ではちぎりの覚醒に貢献。チーム V 戦では相手チームの凪からアドバイスをもらい、ゴールの方程式確率、空間認識能力×ダイレクトシュート、バチェラからの潔で決勝ゴールが誕生しています。2選考ではファーストステージ対ブルーロックマン、90分間で100ゴールを決めろというお題に対して15番目にクリア。その後は潔、バチェラ、あと一人はちぎりか国神、先に来た人と組む予定でしたが、凪と組むことになりサードステージへ。サードステージではリンのチームと対戦。この試合では凪からの潔、ファーストステージで強化したダイレクトシュートが決まり先制ゴール。あと空間認識能力を使いリンのシュートを頭でブロック。しかしチームの方は敗戦。また2次選考のルールの関係上、リンのチームはバチェラを選択したことで、潔と凪はセカンドステージへ降格しています。セカンドステージではバローのチームと対戦。この試合ではサードステージでリンからもらったアドバイスをヒントに覚醒、相手の視覚を利用、またナルハヤの武器もトレースし自チームの勝利に貢献。バローを選択し2度目のサードステージへ。2度目のスタートステージではちぎりがいるチームと対戦。この試合では凪との化学反応、またチームで暴走するバローを利用し潔が2ゴール。チームの方も勝利、ちぎりを選択しフォースステージへ。ちなみにこの試合でも潔はバローの覚醒に貢献しています。フォースステージでは再びリンのチームと対戦。この試合ではリンのブロックもあり1本ゴールを決めることはできませんでしたが、試合終盤潔はリンの視覚を利用、足裏でダイレクトシュート、4対4の同点ゴールを決めています。また潔としてはラストプレー、読みという点ではリンに勝利しましたが、結局運の差でチームは敗戦しています。ちなみにリンが潔を選択したことでチームは敗戦しましたが、潔は2次選考を突破しています。3次選考では2次選考をクリアしたメンバー、リン・アリュー、時光・バチェラ・潔、この5名で世界選抜チームと対戦。ちなみに世界選抜チームのメンバーは上記の5名となっています。この試合は潔、バチェラ、リンのコンビネーションで先制。
しかしチームはこれ以上得点を奪うことはできず、世界選抜チームが圧倒、1対5で完敗しています。その後は世界選抜戦でゴールを決めた人、一次選考からの得点数、世界選抜の5名からの個人評価、エゴの独断、以上4項目を経てトップ6を選出。なお伊勢はトップ6圏外、凛や指導がいるチーム A を選択。1試合目に行われた A1 対 B1、 この試合に伊勢は出場。試合の方ではナンバー3のカラスにマークされ、序盤何もできない状態だった伊勢ですが、チームである七瀬のサポートもあり、カラスからのマークを打破。また同じくチームの日和からアドバイスをもらい覚醒。見る、考える、動く、この思考を反射でやってみる。フローに突入した伊勢は凛や指導よりも早く反応し、決勝ゴールを決めています。3次選考の結果、伊勢は凪と同じミッドフィルダーとしてスタメンに。この試合では後半凪からの伊勢でゴールを決めようとしたが、最後はオリバにブロックされ失敗。しかし3対3で迎えた最終局面、凛からの伊勢、伊勢はオリバの死角を利用し決勝ゴールを決めています。最終選考ではもっと強くなるためには環境が重要と判断。世界最高峰ヨーロッパ5大リーグ、あと100日に迫ったアンダー20ワールドカップ、この大会の日本代表メンバーを決めるため上記の5大リーグを再現した環境をエゴは用意。伊勢はバスタードミュンヘン、ノエル・ノアが指揮を務めるドイツを選択。なぜ伊勢はドイツを選択したのか、決め手としてはやはり憧れの存在であるノアがドイツでプレーしているから。ちなみに伊勢が行きたいリーグを選択するときはノアがドイツの指揮を務めることは分かっていません。スペイン戦、スペイン戦前に行われたトレーニングの結果、伊勢はスタメンを逃しベンチスタート。しかし憧れのノアと共に途中出場。ちなみにチームのランキング的には潔の途中出場は厳しかったですが、アンダー20戦での活躍を買われて途中出場というチャンスをもらっています。この試合では数値を稼ぐため自チームの選手からボールを横取り、潔としては自チームであるカイザーらとは協力せずゴールを狙っていく。ちなみに最後潔は生き残るため国神にパスをし決勝ゴール誕生。なお試合終了後、伊勢はスペイン戦でのアシストもあり1700万の評価、日本人の中では第5位、バスタードミュンヘンのライバルチームが入札しています。イングランド戦、1試合目とトレーニングの結果、イングランド戦では右サイドのミッドフィルダーでスタメンに。なおスペイン戦とは違い、クロナが伊勢のサポート役に。この試合でも伊勢は自チームからボールを奪いゴールを狙っていくスタイル。またカイザーの目の使い方をヒントに覚醒。メタビジョン、このメタビジョンを早速伊勢は使い、ナギのトラップを先読み。しかしメタビジョンダイレクトシュート、新方程式でゴールを狙いに行くも結果カイザーに邪魔され、自らのシュートでゴールを決めることはできず国が目のアシスト。その後潔は自分自身が主人公だと信じて何かをなそうと突き動かす主人公感、この新たな思考を使い内からボールを奪い決勝点を封じる。そして現在途中出場ノアも潔のサポート役。潔、クロナ、ノア、ノアの影響で潔の思考が膨れ上がり、カイザーに勝つベストルートを使用。200話では潔らが最前線までボールを運んでいるため、一体どんな結末を迎えるのか注目。ちなみにもし潔がゴールを決めるようであれば年俸アップ、また2点目はアシストであるため4000万と予想しています。以上、今回は潔陽一について紹介していきました。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を見ていると思った方はチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。あ、 Twitter とインスタもやっておりますのでフォローの方お待ちしております。